そうですね、秋野かな、秋野ですね。いやー入ったか、ゲット。いやキックの質が良かったです ね、 そうですね。最後詰めたのは石川なんですかね。そうですね、石川ですね、はい、再びリードを奪いました湘南ベルマーレ。見てみましょう、秋野のフリーキック。あディフェンダー前田、そうなんですよ、ディフェンダーを下げないとキーパーがちょっと近いようなサイド反応できないんで下がったんですよね。下がったことによって結局石川がゴールに近い位置で